なんか、年とってもね、なんかあれですね、なんか年より数よりやっぱ見た目が大切になってくる年ですね。二十歳超えて、そうですね、二十歳超えたタイミングで自己紹介でも年はもう言わなくなったんで、10代の時までしかもう年は言わない、てか高校卒業して言わなくなる、高校何年生の〇〇です、何歳ですとよく言ってたんですけど、卒業したらなんか言う必要ないっていうか、別に JK ブランドなくなっちゃうんで。ニケオさんタワーありがとうございます、ありがとう。ちょっと待って、タワーの前にさ、ナーラブさん、かわいい水色の天使くまさんタワーありがとうございます、ありがとうございます、かわいいでかい水色のデカちゃん、ありがとう。ザックさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう。ユミムエ、かんだ、ユミゴンさん、タワーありがとうございます、ありがとう。ひでゆきさん、タワーありがとうございます、ありがとう、ありたい、ありがとう。マーニャンさん、タワーありがとうございます、ありがとう。ナッティさん、タワーありがとうございます、ありがとう。あ、ナーラブさん、またケーキ、ケーキタワー、ナーラブさんありがとうございます。あ、ヒデツーさん、タワーありがとうございます、ありがとうございます。どうだろう、言えてるかな、今んとこ多分みんな言えてる気がするよ、ありがとうございます。そう、だからなんか年齢を、年齢っていうよりかはなんか見た目が重要になってくる。だって年齢をさ人に聞く時とかなくない？正直昔はさ、なんか「何歳？」みたいなさ会話の入り口で聞いてたけどさ、もうそんな会話の入り口で年齢を聞くことってないじゃないですか。なんか本当にあんまなくて、なんかある程度年いくとさ、年齢聞くのもなーみたいになっちゃうじゃん。だからさ、あんま年を聞くことがないし、聞かれることがなくて、まあ、強いて言うならば、舞台とかやらせてもらったりとかした時に、年がこう近そうだなって思ったりする人とかに、なんか、何歳ですか？みたいなの言って、年下だったりとか、年が近かったりとかして、年近いですね、みたいな、何個違いですとか、っていう会話はあるんですけど、あからさまになんか年が離れてる人に対して年何歳ですかと聞かないですし、まあそういう年のね、話題になった時、会話の話題になった時とかに「え、なるなるさんっておいくつなんですか？」とか言ったら「もう何歳だよ」とかって「本当に言ってます？」みたいな。でも大体この業界にいる人は大体その年齢に見えないんですよ。だから大体毎回「本当に言ってます？」みたいな、見えないですねっていう大体感じになるんですけど、なんか本当この業界にいる人って見た目と年齢が本当に合ってないから、あ、マックスエイトさん、クマさん、クマさん、キューピッド、ありがとうございます。あ、リッチーさん、タワーありがとうございます。あ、ロバーさん、タワーありがとうございます、ありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます、嬉しい。なんかね、ついさっきからね、急激に急に目がね、それまで大丈夫だったのかゆくなっちゃって、ちょっと本当目やばい。そうだから本当に年齢を聞くことが、学生の時とかはね結構、例えばエイトに入った時とかは何歳とかめっちゃ聞いてたりとかしてたりとか、まあからさまに自分がより若い、例えば研究生とかいや、何歳なの？とか聞いたりするんですけど、だからもう本当にあんまりない。舞台でもなんか年が近いと思ったりとかしないから聞かないし、そうね、なんかそういう話題とかになった時とかになんか
丸々さんと丸々さんと同い年だよみたいな。わあ地道な走り屋さん、なんかすっごいの来た、やばい。え、なんかすごいの来たよ、ゴールデンクマさん、わっしょいわっしょいタワーだ、やば。10万Gだって。そんな、ありがとう地道な走り屋さん、ありがとう。だけどそんな、ありがとうだけど、そんなもったいない、なんか、ありがとう、そんな、ありがとう、もったいないの、ありがとうございます、嬉しい、ありがとう、すごい、わお、ありがとうございます。いやー、やば、すげえびっくりしちゃった今、ありがとうございます。そうだからね、年齢をね言うことが本当になくて、聞くこともめったになくて。あ、ヤングさん、ハートの猫ちゃんタワーありがとうございます。なんかすごい可愛いのがいっぱいあるんだね、タワーって。なんか私のこの壇上のところがめっちゃ華やか、超プリティラブリーになってる、嬉しい、ありがとう、可愛い、初めて見る。あの、なんて言うんだろう、ホワイトデー仕様なのかな、水色ってことは。私誕生石が、ね、水色なんですよ。そうだから、なんかホワイトデー仕様なのかしらかしら。ねえ、嬉しい。そう、あ、横井よしさんも猫ちゃんハートタワーありがとうございます、ありがとう、めっちゃ可愛いねこれね、ありがとう。そうなの、私ね、そうなの、あのね、水色なんですよ誕生石が。そうそうなの、そうなの、そうなのですよ、水色のハート。そうそうなので、話が全然ちょっと進んでなくて申し訳ないんですけど、そうなの、だから本当に年齢のね話にね本当ならない、あんまり今まで。その20、まあまあでも結構、まあそうだね、まあでもまだ聞かれるかな、そのやっぱ共演する人が結構年上の方が多いので、なんかそういえば仰天ちゃん何歳になったのみたいな感じで言われたりとかして、20何歳ですみたいな言ったら、みたいな、見えないねみたいな。多分私の喋り方とテンションとかだと思うんだけど、結構私がポケンプラーンって感じで、チャランプラーンって感じで、結構ウェーイっていう感じの感じなので、そうなんかそう見えないみたいな、よく言われるんですけど。そう、あとね、稽古の時結構すっぴんマスクなことが多くて、自分がだから余計にそれも。3104さん、さとしさん、すごい、何これ、なんか何、赤ちゃん、トイプードルのキューピッドだ、ありがとうございます。忘れた頃の仰天ゆり子さん、ワンちゃんキューピッドタワーありがとうございます、嬉しい。あ、ワイマツさんもワンちゃんキューピッドタワーありがとうございます。あ、近いシーさんもワンちゃんキューピッドタワーありがとうございます、ありがとう。あ、しんどさんもワンちゃんキューピッドタワーありがとうございます。なんか待って、やばい、ここにね、うちのね、このタブレットの表記のされ方なんだけど、この真ん中にね、キュって寄ってる、キュって、もう真ん中にもうキュって散らばってない、キュってなってる。ありがとうございます。そうだから、なんか年齢ってよりかは見た目がとっても大切だなっていう風にね思ってますね。私が前髪なくしたらどう思いますか。なんかもうね、昨日もそれこそその公演があったじゃないですか、配信があった時に、もうあやねちゃんとねずっと一緒にいたんですけども、あやねにずっと前髪をなくせなくせとすごい言われるんですよ。もう前髪をなくしなさいと、あげるとかじゃなくても前髪がこうみたいな。でなんかいつも例えに出されるのが、まあ、K-POP のアイドルの誰だったっけな、忘れちゃった。なんかね、毎回ね、そのね、K-POP のアイドルのその子みたいにしなさいってすごいね言われて、もう私何年も言ってるんだけど、マジで全然やってくれないじゃんっていつも言われて、いつも言われて、そうだね、いつかねとか言って、いつもはぶらかしてるんですけど、
どうなんですかね。でもやっぱ前髪をなくしてしまうって、こういう例えばこういうこう立ち上がってるこういうまあ髪の毛にした場合、とても大人っぽくなるんですよ。果たしてそれがまあアイドルの受け的にね、あんま良くないなと思ってもずっと作ってるんですけど、でもね、前髪ないね、前ファンの人はちょっと微妙だったんです。前もね、あの投票した時に前髪ありがいいっていう言葉がすごく多かったんですけど、まあ、結構自分の周りはですね、割と前髪なしに白派が多くて、そうなんですよ、結構多いですね、割と、そうですね、割と確かに多いかもしれない、あ、つっちーさん、かわいいハート猫タワーありがとうございます、ありがとう、嬉しい。そうなんですよ、だから結構周りとかはなんかまあ顔がね、割とこう派手めな顔をしているし、まあ私結局ね、可愛い系にも大人系にもまあ頑張ればどっちにも触れるんですけど、顔的に。でそれで結構ね、なんかそのなんだろう、ない方がいいってめっちゃ周りにはすごい言われるんですよ。まあメイクさんとかにも、なくても全然いけるタイプの人だと思うよって言われるし、まあ、事務所の人はもう圧倒的になし派なんですよ。でもあやねも圧倒的になし派なんですよ。あ、もこなもどきさん、ハート猫ちゃんタワーありがとうございます、ありがとう、ありがとう。そうなんですよね、だから毎回毎回いつも迷うんですけど、悩むんです、なんか前がうーんみたいなでもなんか自分的にない、別なくてもいいんだけど、ないのはちょっと。アル太郎さん、ハート猫ちゃんタワーありがとうございます、ありがとう、ありがとうございます。そう、なんかない時の写真の漏れ具合がだいぶ違くて、すごく難しくて、自撮りとかだと、まあ、自分のいい角度で撮れるんですけど、前髪をなしにした場合、一方の角度からだと漏れるんですけど、かといってもう一方の角度からだとすごい漏れなかったりする時が結構多いんですよ。そうっていうので、であとファンの人の投票を取って、まあね、応援してくれるのは結局ファンの人だからっていうので、まあちょっとどうしようかなと思って、まあ結局前髪作んなかったんですけどね、前髪もしかしたら前髪なくなるかもわかんないけど、なくなってしまうかもしれないそう、でもね、昨日前髪切ったばっか昨日前髪切ったばっかですそうそうなんです、25歳をまあ機にこれが分岐点としてね、なんかイメチェンをしようってずっとまあ言ってたわけですよ。でなんかまあイメチェンをするんだったら、ちっちゃいイメチェンをしても意味がないから、もうがっつりした方がいいんじゃないっていう意見をね、まあたくさんっていうかいただいてて、なんかもうそれこそがっつり髪をね、まあ、今黒なんですけど、まあなんかブラウンにしちゃうとか、前髪なくしちゃうとか、もうボブぐらい切っちゃうとか、なんかイメチェンをするんだったら小さいイメチェンじゃなくてがっつりした方がいいよって、アドバイスをねくださってて、まあなんかやるんだったらの方がいいかなと思って、で前髪どうしようかなみたいな、またね前髪事情でこう悩んでて、まあ、昨日あやねにもね散々なしがいいなしがいいってちょっと言われすぎちゃって、なしかーみたいな。そう、私この間ね事務所の人に会ったんですよ。そしたら前髪ない方が絶対にいいって言われて、なんかそうこの3日間ぐらいで前髪ない方がいいって言われすぎちゃって、前髪ない方がいいのかなみたいな。そうちょっとね今ね迷ってます。前もね一回迷ったじゃないですか。でファンの人に投票してさ、あった方がいいって言われたから結局前髪短いまんまにしたんだけど、そうなんかね今ちょっと迷ってるんですどうしようみたいな。そうなの、ちょっとねとっても迷ってる最中ですね。でもそんな前髪すぐ伸びないからさ、
この一番難しいのが前髪が伸びてきてこのめちゃくちゃ中途半端な長さになった時、この辺とかこの辺になった時が一番ねきついんですよ。私前それこそあの前髪伸ば何回かね小学生の時とか前髪伸ばそうとしてた時期もあって伸びてた時期もあったんですけど、なんかねその本当に巻くにしては長い、上げるにしては短いみたいな長さの前髪が一番ね嫌なんですよ。だからなんか例えば男性の方とかショートの人とかだとよくわかると思うんですけど、ちょっと伸びただけですごい気になるじゃないですか。なんかスキンヘッドの人がさちょっとさ頭が生えてるみたいなのが一番ちょっと気になったりとか、中途半端な長さがすごい切りたくなっちゃうみたいなであるじゃないですか。そのね時期に陥るのがね絶対切っちゃうんですよ私毎回。私いつもちょっと長いなって思うとすぐ切っちゃうんですよ自分で前髪を、っていうぐらい結構切っちゃうんです。ぐここのね耐えれるかなっていう心配、あとはすごい似合うなって思うんだけどアイドルとしては向いてないなっていう前髪があって、なんか結構おしゃれなさインスタとかに出てくるお姉さんとか TikTok に出てくるおしゃれなお姉さんとか雑誌のモデルさんとかそうなんですけど、少ない前髪でめっちゃ長い人いるじゃないですか。これぐらいの長さでなんか本当に 2,3 本だけちょちょちょんって出してさ、あと全部こう外巻きにしてるような綺麗なお姉さんっているじゃないですか。なんかすごいそういうのめっちゃいいなと思ったんだけど、じゃあパフォーマンスする上にあたってやっぱりそれがどうなのって言われたら絶対汗をかくんですよ。ってなるとその3本しか出してないようなこのちょっとの前髪って汗で 100% 終わるんですよ、ペチョーンって。そしたらさあれってふんわりしてるから可愛いであって、汗が出てベチョってなった時のビジュアルってすっごい漏れないんですよ。そうだからなんかそういうちょっと薄い本当になんかシースルー極シースルー前髪みたいなのが結構似合う、そのやっぱり完全になくすのだとあれだなと思った時に極シースルーいいなって思ったんですけど、やっぱ汗かいた時の見栄えがあんまりやっぱりそのちょっとだとだしこうピン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 ってなっちゃうわけじゃないですか。だからなんかそれが見栄えがちょっとあんまり良くないってやっぱりメイクさんにもそう言われちゃったし、結構やっぱ汗をかかない人だったらいいんだけど、私はねまあかくんですよそれなりに。そうだからやっぱりその動いた時とか汗をかいた時に漏れてるかどうかっていうのが、それをそういう前髪にするとちょっと微妙だよって言われて、まあ確かになって思って、そうだからやっぱプライベートとかそういう汗をかかない仕事だといいんですけど、やっぱりね私たち基本はこうステージで踊ってるのが本業なので、そうなるとやっぱりちょっと微妙みたいなって言われたから、ちょっと25歳イメチェンしたいなと思ってるんですけど、まだまだ迷い中ですねまだまだちょっとね何が正解かなっていう風に今ちょっと悩み時期ではあるんですけど、まあまたイメチェンしたもししたとしてするとしてした時にはぜひそれもなんか可愛いって言ってくれたら嬉しいかなって思います。はい、なんでなんか25歳になった分岐点、もう区切りのいい お数字じゃないですかお数字ってなんやねんって感じだけど、あーさんまささんタワーありがとうございます、ありがたわー、イエーイありがとうございます。そうだからまあね、なんかでも可愛いって言っていただけたら可愛いか綺麗って言っていただけたら嬉しいかな思っています。はい、あそうだそう、 TikTok もね私あげたんですよさっき、あの危ない水が、私があげた動画はねちょっと残念ながら24歳の私なんですけど、まあ今日 TikTok 撮ってないので、そうそうそう、ちょ24歳の私なんですけど TikTok あげたんでね、32分前にあげてますね自分。ぜひあのフォローといいねとあのコメントしていただけたら、私ねコメントとか結構見てるんですよ。前のやつとかもね遡ったりとかしてね、コメント増えてないかなと思って読んだりとかしてるので、ぜひぜひよかったら前の動画見てくださったりとか、あの新しく上げた動画もねぜひチェックしていただけたら
嬉しいなと思います。ぜひ、あの何でしたっけね、これ、あの彼女目線、彼氏目線、彼女感、彼氏感、ちょっとわかんないですけど、ああーさん、タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。イエーイ。そう、あのなんて言うんだろう、あの彼女感、彼氏感、これね、これあの数日前に、あの2本前かにあげたやつと一緒だかな、と一緒かなので、波動旅行に行った時に、あの妹にね動画を撮ってもらって、そうなんです、私編集できなくて妹にこれ編集してもらって、でなんか本当はインスタとかにあげようかなって思ってたんですけど、そうまあ TikTok ね始めたので TikTok にあげようかなと思って、あの TikTok にねこれあげて、もうねちょっと彼女からの動画はもうこの2つしかないんですけど、残念ながら、そうでもすごい一本前のやつがすごく好評だったので、これもね、あのもう一本のやつ、これはね結構食べ歩きというか、食べに行ってなんとか商店街みたいなところに、ちょっと忘れちゃった、行ったんですけど、これはねでもね全然ね11月とかに行った時で、11月に行ったんですけど、もう激寒で、11月に行ったのに、なんかすごいこの防寒でも、この防寒ですら寒かったです。もう雨風がすごくて、そうあ、リールにね、確かにこれリールに載せるのもありかも、この彼女感リール載せるのありだな、確かにリールだけに載せたいね、投稿欄に載せるんじゃなくてリールだけに載せるってできないのかな、それはできないか。そう、もうすっごい寒かったです。もうね行った時がめっちゃ雨風強くて、傘がね、雨降ってるからって傘さしたら傘がぶっ壊れたっていうっていうぐらいすごい寒かったですね。本当に多分最近の寒かった冬並みに寒い時期に、寒いタイミングで行っちゃったので、すっごい寒かったです。だからもうこんな11月の末なんですけど、これこんなに防寒してるんですよね、すごいよね。そう、ぜひよかったらチェックしてください。 TikTok 結構撮ったんで、また載せていきますね、ちょびちょびと。もう一個ね撮ったの、私昨日動画を一個撮ったの、それもあげようかな、25歳とか言って撮ったんですよ、25歳みたいなナミサプで撮ったんですよ、普通にイエーイみたいな感じで、それをねまたあげるわ。明日ねちょっとねリハなんですよね、明日リハで、明後日し明後日本番だからね、多分上げるタイミングないから、またちょっと間空いちゃうかもしれないけど、でも動画はいっぱいある、撮った動画は。そう、なんか今日は仕事でした。今日仕事終わりにショールームしてるんですけど、でもね、夕方っていうか、昼過ぎからだったので仕事は、なので今日は結構ゆっくり寝ましたね。明日のショールームは、明日リハがあるんですよ、その最終のリハが明日あって、で終わって帰ってくるのがめちゃくちゃ遅いんですよ。なので明日は逆に昼頃ぐらいにショールームをちょっと15分だけやりたいなと思って、帰ってきてからだと多分ね、結構なんだろう、遅い時間になっちゃうし、次の日コンサートになるので、もうねゆきりんさんのコンサートです、早いですね。なんかあんなに結構まだまだだとか思ってたんですけど、すごく早いなと思って、そうなので、そう明日はねちょっとリハ行く前に15分だけやって、そしたらもう帰ってきたら寝て明日に備えるだけになるので、ちょっとそうさせてもらおうかなというふうにね思っておりますゆえに、そんな感じでフォローしましたってありがとうございます。そうって感じですね。なんかあるかな、なんか何の話もしてない、なんか25歳のなんかイメチェンしようかなみたいな話で終わっちゃってるけど、25歳
25歳じゃないわ、20、まあでもまあまあまあ生誕祭いつになるかちょっと分かんないですけど、私がまだそのゆりさんの新公演の方をね、まだあのレッスンとかをあの受けてないので。そうなんですよ、なのでちょっとまだね決まらないんですけど、まあ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 あの生誕いつになるかわからないんですけど、そうですね、なんかそこで何そこで喋った方がいいかな、24歳どんな1年か、25歳はどんな1年にしたいかみたいなね。でもまあとりあえず25歳迎えて一発目一番大きいのは、うんと、まあそのゆきりんさんの卒業コンサートとハルコンのね2公演とで、まあ、トータル3公演で、その後はねもうあの終わったら私たち多分その新公演ですね、新公演とかゆりさんの公演のレッスン三昧になると思うんで、まあそれがいつか初日のいつか分からないですけど、でもそれに向けてだし、で4月入るとね、4月3日はなんと私たちが、AKB に加入して10周年ということで、いやーびっくりですね、10周年、そう10周年のね公演が決まったということでですね、まあやっぱ250なんでね当たる人少ないと思うんですけども、そうですね、初期面は7人総勢9人でお送りするということで、またそのレッスンとかねリハとかも入ってくるということで、まあなんか10年もアイドル続けてるなんて私が加入した時は思ってなかったなね、ってすごく思います。なんか私割となんだろうな、意外にねマメなところというかコツコツするというか、好きになったりするとすごく長いんですけど、興味ないことに関しては本当に一瞬で飽きちゃうんですね。だけど本当にやっぱり10年も続けてるって、なんか10年も続けてるってことは本当にやっぱりアイドル大好きで、うん、やっぱそれだけ続けられる、うん、ものだったんだなってすごい自分でも思いました。そうそうですね、なんか例えばまあもしまあ、まだまだ私アイドルねこれからも続けていくつもりでいるのであれなんですけど、まあ25歳迎えて10年も迎えて本当に区切りだなというふうにすごく思うんですよね。だからこそアイドルとしてももうちょっと頑張っていかないと、本当になんだろう難しいところに立っているのは、まあ、もしかしたら皆さんから見てもすごく分かってしまうかも、それは本当に私が悪いんですけど分かってしまうかもしれないし、私自身もすごくそれはね感じているので、うん、そのあーザックさんかわいいワンちゃん天使タワーありがとうございます、ありがとうありがとうございます。私がね15で加入した時に思い描いてた自分の理想とは、まあ正直その途中まではねいい感じに行ってたかもしれない、行きそうだった時もあったんですけど、まあ途中からね残念ながらねもう自分が思い描いてたようにはなかなか進めなくなっちゃって、難しいなって思ってる最中ではあるんですけど、逆にもがいてる最中ではあるんですけども、まだまだねもがいていけたら嬉しいなというふうに思っていますし、もがいていきたいなというふうにも思っていますので、ぜひ皆さんもやっぱりねこういうのってすごくタイミングって大切だなと思うんですよ。うん、多分行きそうだった時に他にもっと選ばれそうな人がたくさんいて、タイミング的に合わなかった選んでもらえそうなタイミングの時に私がそこに選んでもらえそうな人の輪に入ってなかったっていう、なのでまあ私は選抜というものを目指して、もう AKB に入った時に選抜に入りたいって、最初はね8の選抜に入りたいって言ってて、その入れた後はシングルの選抜に入りたいっていうことを
ずっと言ってたので、まあ、それはね本当にあの辞めるその時まで目標にし続けて行きたいなってすごく思いますし、まあ、その選抜になりたいっていう目標夢は誰でも思っていいことだと思うんで、思うのはね自由だから、そうなので辞めるその一瞬まで思っていけたらいいなっていうふうに、まあ、思っています。はい。でも25歳、10年目ということでね、やっぱり何か変わらなければいけないなというふうにはすごく思っていますので、まあね、そうイメチェンもそうですけど、何かこう自分が決断してそれを決めた際にはぜひね、応援していただけたらすごく嬉しいなというふうに思っております。はい、なのでよろしくお願いします。そうなんですよね。24歳、何にしてたかな。24歳、なんか24歳って私何してたか、なんかちょっとパッと出てこないので本当申し訳ないんですけど、多分いろいろなことやってたと思うんですけど、あでも24歳割と舞台をやってたのかな、本当にキンキンの記憶でしかないですけど、舞台を連チャンで結構やらせてもらってましたね。最近逆算で言うとハイカード、オットタクシー、犬猫かな。でも今年ってなるとその3作品なのかな。他になんか出ましたっけ、私作品に。そうですね、この24歳の末の方が結構、あ初舞台もそうでしたっけ、コミュニティライフリボーンも、あれ24の年かな。そうですね、じゃあそうですね、結構舞台をやらせていただいてたかもしれないですね。ありがたいことに立て続けにね、後半の方は特にでしたし、そうですね、あとはまあ香川県のふるさと応援大使のお仕事もね、有楽町の方でやらせてもらったりとか、あとは夏でね銭形祭り呼んでいただいたりとかしてたりとかしましたし、あとは何でしょうね、そうですね、何だろう、まああとまだねチーム制があったんで、蔵のチーム4でね劇場にも出させていただいたりとかもしてましたし、そうですね、残念ながらフェスがねあんまりね出てないんですよね今年は。去年まではまあ割と8で出させていただいてたんですけど、8がこう、まあ、活動休止になって、私も舞台とかが結構あったりとかして、フェスのタイミングとね結構かぶってることがすごく多かったりとかしちゃってて、私ねあんまりフェスには出れなかったなっていうの、前までが本当に週1ぐらいで出てたので、フェスに特に夏フェスがすごく本当にね、その前の年か、まあ、本当に夏フェスすごいたくさん出させていただいてて、なんかもう1週間に1回は何なんか1週間終わったら次のフェスのに立ち位置セトリで歌を覚えてみたいな、なんかすごい頭がパンクするんじゃないかと思ったような夏を過ごさせていただいてたんですけど、今年の夏はまあちょっとまた違う感じでね、夏を過ごさせていただいてたりとか、まあ、フェスはねあんまり出れなかったですけど、違う形でねお仕事させてもらってたのかなと思いますね。
そうですね。でもまあちょこちょこねフェスにもね出ててたので、私もすごいやっぱりフェス好きなんですよね。やっぱりなんかこう自分のファンの人、自分の AKB のファンの人たち以外のファンの人たちもいるってね、なかなか不思議な感覚ですし、やっぱりね違う意味でも気合を入ったりとかしますんでね、それはそれですごく楽しいなって個人的に思ってました。破天荒フェニックスは23じゃないかな、多分まだ、うん、1年前とかだった気がするな。そうですね、まあでも去年24の年でね、8の最後の活動休止前コンサートをやらせていただいたりね、なんかすごい、でもそういう意味では結構濃かったのかな、あれ24の代の時に8の活動休止コンサートさせてもらったり、あと最後のコンサートやらせてもらったんだっけ、あれもっと前だったかな、ちょっとなんか時空がよく分からなくなっちゃっててちょっとよく分からないなっちゃったんですけど、でもなんか自分としては割となんかその付き合ったのも最近のようにすごい半年前とかかなだった気がしますね。だからすごくなんかなんだろう、なんか違う意味ですごく濃かったかもしれない、その8が活動休止になるってなって、活動休止あれ、まあまあまあ活動休止が決まってラストコンサートさせていただくなって、でそっからまあね兼任先一本ってなると思ったら、まあチーム制がなくなりますっていう風になって、えチーム制なくなっちゃうのってなって、まあたくさんのメンバーが困惑して、でそしてその活動休止コンサートには20何人メンバーがいたんですけど、気づいたらもう今度4月でね、りんちゃんと小田が卒業してね、いなくなっちゃうので、それ除いたら本当に9人かな、今11人なので9人になんか減っちゃってて、たくさんのメンバーが卒業、それはもうあの同じくチームで頑張ってきたメンバーだったり先輩だったりとか、もういろいろ本当に含めグループとしてもかなりのメンバーが卒業していっちゃって、すごく人数が減っちゃって、なんかそれこそこの今のハルコンのレッスンとかやってたりとかするときに、あれなんか人少なくないみたいな、今日いない人多いのかなって思ったら、いや全員いますみたいな、え全員これでみたいな、これで全員なんだってすごく思って、あ本当にみんな卒業しちゃったんだなってすごくそういうところで実感しましたし、やっぱりすごいえこれだけかってやっぱりみんなね思うくて、よくみんなもねこのハルコンのコンサートのワンポジレッスンの時とかすごくみんな口にしてたんですけど、やっぱりワンポジって なった今まで結構たくさんいたんですけど、気づいたらね立ち位置表見ても選抜とワンポジってあるんですけど、ワンポジだけのメンバー見てもこうすごい少ないなってやっぱすごく思うし、気づいたらもう研究生の方が多いんですよ、ワンポジとかでもやってても一緒にやってても隣なんか 2,3 人やったらもうあとみんな研究生みたいな、隣研究生みたいな、でなんか研究生が周りで踊ってることすごい多いしみたいな、今まではなんか先輩とか同期とかがすごい周りたくさん踊ってたんですけど、気づいたらなんかねすごい少なくなってて、あ本当にみんな卒業しちゃったんだってすごい実感したし、昨日のそれこそ劇場のね生配信の時に壁紙を見に行ったんですよ。で本当にあんなにチーム分けでバーってあったのが半分からこっちにキュッて収まっててすごくびっくりしました。うん、寂しいなってすごく思いました。一緒に頑張ってきたメンバーたちがあこんなにも減ったのかって思うし、またね4月3日の周年終わった次の日、ね、4月4日はりんちゃんの卒業公演なので、そのねりんちゃん10周年終えてすぐね卒業しちゃうから、本当になんかファンの人たちからするとなんかもう複雑な気持ちだとは思うんですけど、ね小田もね
卒業公演の日程が23とかだったかな、なんか末の方にねもう決定、まあ、メンバーはまだ発表されてないんで私出るのか知らないですけど、私言われてないんでな、分かんないですけど、そうそうそう、あのね本当に決まってて、そう、あ今あかりんが行ってお誕生日おめでとうって言ってましたよ、だって、えー嬉しい、ありがとう、イエーイ嬉しい、そう、だからなんかねりんちゃんも小田も卒業しちゃって、もうえいね、その同もうなんか同期も女もかんでもないんですけど、本当に同い年は同期同じしなくて一個上があやねだけになっちゃうくて、同い年もこみさんとめぐさんと私とあと同いって誰だ、あれ私 AKB で同いなのってこみさんとめぐさんと私だけですかね、同期はもうみんな辞めちゃってるんで、先輩ってなるとそうなるのかな、少なくなっちゃいましたね、だしもう上もだってサホさんが木で言うと一番上で、で年齢も一番上で、でそうなるともう次ねオンさんとかユリさんとかになっちゃくて、でそのユリさんとかが一個上なんですよ、だから上から2番目で私3番目なんですよ、年齢で言っても上から3番目になっちゃうし、そうなんですよ、だからもう年も上から3で歴でも上から3みたいなそうなんかね、なんかすごい自分後輩の期間もすごい長かったから、なんかすごい後輩な感じだと思ってたら本当に知らぬ間に先輩になっててびっくりだなってすごい思うんですけどね、ねえなんかびっくりしちゃうよね、ね、もうゆきりんさんも明日あさってのねコンサート、卒業コンサートで、で卒業公演がねあるけど、あるまああるけどもう本当にねえなんかいやーね本当にねえなんかすごいね、ゆきりんさんね、なんかちょっと声喉の方かながなんかあの昨日のそのお渡し会もねお休みされてて、配信だけね来てくださってたけど、なんか私の声いつ治るのって言っておっしゃってたぐらいね、ちょっとね調子がよろしくないみたいだったから、ねせっかく最後の卒業コンサート喉の調子があんまり良くないので、やっぱりねやるのは本人も絶対嫌じゃないですか、だからほんとこのねもう一日今日みんな基本休みなんですよ、私はちょっと仕事あったんですけど基本みんなオフで、そう見たんで、このあれでどれだけね復活してるかなっていうところはすごいあるんですけどね、なんか復活してて元気でね喉とか戻ってたらいいなと思うし、今ね体調崩してるメンバーとかもねコンサートまでにはまあ多分明日復活してくるとは思うんですけど、あのね体調崩してるメンバーも元気に戻ってきたらいいなと思ってるんですけど、なんで自分もねちょっと R1 飲みますわ、買ってきました今日、R1 買ってきました今日、もう本当にね気をつけて、していきたいなっていうふうにね思っています。本当に花粉症もすごくて、なんか私一番心配なのが
去年より花粉がほんと強くて、なんか毎日毎日薬飲んでるんですし、目薬も打って鼻シュッシュもめっちゃやってるんですけど、やはりくしゃみ止まらんし目かゆいしで、あ、まあ肌もね今めっちゃ荒れてて、この辺とかもすごい湿疹出ちゃってて、すごい嫌なんだけどだけど何が一番心配かって、花粉症の時期によくあるんです。私喉が死ぬんですよ。そう、今までね、もうずっとファンやってくださってた時期、あの人だと分かると思うんです。この時期私結構喉ね怪しいんですよ。なので一回潰れてる時もありましたし、そうな、花粉症から来る声がね、あの咳が出たりとか、そのやっぱ花粉で喉が痒いから咳が出ちゃうとか、そう、それで炎症起こしちゃって喉がみたいなのが、あ、今まで結構あって、昔に比べてすごい私喉が強くなったんですよ。まあ多分舞台とかをさせていただくようになって、声がこう出し方とかがね分かってきたりとか、喉の使い方が分かってきたりとかして、喉が多分だいぶ強く、本当に昔すぐ潰してたので、そう強くなったと思うんですけど、そうでもまあ結構ね、昔は本当それで花粉症のせいで喉やってて、風邪かなと思って行ったら、いやこれ花粉症のやつですねみたいな、そっから来るやつですって言われて、オーマイガーみたいな。結構ね、昔、本当に結構昔なんですけど、4年5年前とかかな、そう結構ねやってたりとか、喉潰しちゃってたりとかしてたので、もうそれがあのね、それがすごく心配。うん、喉はやっぱりね、どうしても喋る仕事だし、歌う仕事してるからの声は使うので、そこだけはちょっとやめてもらってんと思うんですけど、うん、でも花粉ね、どうにもならんからな、花粉やしなねえ、難しいよねっていう感じだからね、そう、花粉にあれしていきたいなって思いますね。そうそうね、本当に営業妨害なんで気をつけてください。まあなんか、まあ誕生日の話なんか、ただの話なんか分からんよね、話がなんかそう2点3点しまくってますけど、そうそうそう、まあ25歳ね、なんか思いましたっていう話でしたね。そうそう、もうあと10分ぐらい、9時、1時間もうちょっとでなるのでね、1時間したら終了にしようと思ってるんで、なんかまあ皆さんなんかあったらコメントください。ちょっと拾っていこうかな。あと10分8分ぐらい。ちなみにケーキ買ってこなかったわ、ケーキ忘れてたねケーキ忘れた、普通にプリン食べた自分あ、そうだ、みんなにね、あ、ちょっとあの質問うんぬんかんぬん、あのうんぬんかんぬんの前に、そうそう、みんなにめっちゃ忘れてたわ、私これをみんなに見せなきゃって持ってたものがあったんですよ。すんごい忘れた。今マミーから連絡が来て、忘れてるでしょって言って連絡が来ました。忘れてました。はい、白状します、忘れてました。でもしっかり忘れてました。いや結構実は数日前に届きまして、あのみん、これいつ見せようかなと思って、でも誕生日にせっかくだからサプライズで見せようと思って試してたものがあるんですよ。じゃあ見せますね。せーの、じゃじゃーん、こちらですね、あの、なんつったらいいんだろうな、ね、ファンの皆さんに前に帽子を作りたいって言ってて、ファンの人からもすごい帽子を作ってほしいって、すごくご要望が、ちょっと待って、水ご要望がすごくあったんですよ。なので私自分で作りました。こちら、ロゴなんですね。これも自分でデザインしまして、これは Y と G ですね、ユリナ経典ってことですね。これは 何自体って言ったらいいのか分かんないですけど、 Y と G で、
ここがちょっと羽みたいな感じになってて、ここのとこがハートで、ここにもハートみたいな、ちょっと可愛らしい感じの、かっこいい感じのデザインをちょっと作ってですね、これを発注しまして、自分でこれも1個しかないんですよ。これだから1個で発注したから結構わーおって感じなんですけどわーおって感じ、そう、なんかあのいっぱい発注すれば安くなるんですけど、1個しか作ってないので結構わーおって感じで、これちゃんとね、これちゃんと、はいそう、オーダーメイドで作りました。これもう1個しかないんですよ。これをね、みんなに見せようと思って、そのちゃんとニューエラで、タイプはこっちのなんていうの、このアジャスタータイプね、はい、感じですね。これを実はグッズで出したいなと思ってはいるんですけど、まあまあちょっとそれは分かんないです、ごめんなさい。これはもう私がすごくグッズとして出したいなと思っていて、もう自分から作っちゃったよみたいな感じなんですけど、そうで、これをグッズでね、実は出したくて、でもちょっと出せるか分かんないです、すいません、分かんないけど、これをグッズで出せたらいいなと思って、でちょっとまあ受注でお願いできないか、ちょっと事務所の人にお願いはするのですけども、まあできなかったらごめんなさいって感じけど、これをね、可愛いでしょ、すごい、そう、自分でユリナギョ、違う、読売ジャイアンツじゃないから、ユリナギョ店だから、そう、なのでまあちょっとこれはね、お願いはするのですけど、グッズ受注で出したいっていうの、まあ通るか通らないかは分かんないです、それは分かんないですけど、私は本当にグッズで出したいなと思って、自分で自分でデザインをして作りました、ちゃんとね、うん、ほらニューエラのやつで、はい、ニューエラのやつでね、これ作りました。結構いい、これ1個しか作んなかったんで結構いい値段にしましたけど、うん、ファタスティックって感じ、これ1個しかないんで、まあ、みんなにはあげられないんですけど、この子はちょっと今リボンしてるから何とも言えない感じなんですけど、これをねみんなに見せようと思って、じゃあ作った、これがグッズできたらね、ぜひ皆さんゲットしてください。グッズで出すっていうのが通ればぜひ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 ゲットしていただけたら嬉しいなと思います。これなんでよ、これ私のだ、これ1個しかないんだって、これ私のだよこれ1個しかないの、これ1個しかないんです。あ、色はもうこれしかない、これしかあれしてないから、ちょっともうピンクとかはやめました、ここね、やっぱ男女問わずがいいので、そう、なのでなんか生誕の時とかのグッズとかで通ればいいなと思ってるんですけど、じゃあちょっと分かんないですね。これ一つだけの帽子です、かわいいでしょ、ひね、つけててもあんま分かんないし、いいよね、いや、でもこれをみんなに見せようと思ってずっと忘れてました、可愛いですよ。もしそのファンクラのイベントかなんかのやつでグッズ出せたらゲットしてください。結構ずっと帽子は本当に言ってたじゃないですか、ファンの皆さんに出したいなって、でファンの皆さんも欲しいって言ってくださってて、もうロゴも頑張って考えました。
本当にね、男女どっちでもいけると思う。可愛いでしょ。ゲットしてください。よろしくよろしく。これをみんなに、もしグッズ化ができたらこれだよっていうのをね、もう自分で作っちゃった、自分で作っちゃったよねって感じで、プローンって。そんな感じですかね。なんかちょっと答えますって言って見せて終わっちゃったわ。ミキンさんも卒言グッズで切れてるねだって。そうなの、なんか言ってるの。ミキリンさんもちょっとわかんないけど、まあそんな感じでね発売が決まったのかと思った。あ、そうでしょ。いや、発売を決めるためにも自分で作りましたいやもう作ったからそう、いやいや、行動力見せてください。あー、みゆさん、ワンちゃん天使タワーありがとうございます。ありがとう、嬉しい、ありがとうございますね、そうなんですよな感じかな。よし、じゃあそんな感じで、じゃあまああさって、しあさってで会える方は、ゆきりんさんの卒業公演と、いやマジでね、ゆきりんさんの卒業公演ね、あのシンプルにね、あのシンプルに私客席で見たいいやマジで超いいセットリスト、超いい、めちゃいい、素敵。なんかあの、まあ、リハとか投資リハとかやっててね、シンプルにね、の客席で見たい、マジでめっちゃいいコンサートです。なので本当にぜひ来てく、もう速完してる、完売しちゃってるのあれなんですけどね、見に来てくれる方は、うん、なんか一緒に盛り上がりましょう。で、ハルコンのね、17日の方はまだね、お席が空いてますので、皆さんあのぜひぜひ気になった人はね、あの来てくださったらね、嬉しいと思います。こんな偉大なね、本当にね、素晴らしい時代を生きてきた先輩がね、卒業されて、本当にいろんな意味で本当に新しい AKB に本当になってると思いますので、はるくんもね、よろしくお願いします。あとは、オンラインお話し会、握手会の方もね、ぜひぜひ、私の方に遊びに来ていただけたら嬉しいなと思ってます。あとグラビアの DVD の方もね、実は発売しておりますのでね、あのオンラインの、オンラインのなんだっけ、オンラインのあれも決まってますし、はい、もうぜひ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 よろしくお願いいたします。そんな感じかな。なので皆さんぜひ
お待ちしておりますというわけで、今日も見ていただき本当にありがとうございました。1時間ね付き合ってくれてありがとうございますというわけで、ちょっとランキングをね読みたいと思います。なんかちょっと誕生日の配信がよくわかんない配信みたいな配信にちょっとなっちゃったんですけどで後半になるにつれてなんかいろんな話が混ざりに混ざっちゃって、前半の方がいい話してたかもしれない今もう私のあるあるなんでね。じゃあランキングを、あ、かわいい、今ちょうど変わりましたね。13位近いしーさん、お誕生日おめでとう、ありがとう。12位秀幸さん、25歳のゆりちゃんが世界一大好きかけ25、ありがとうございます。11位ナッティさん、11位しんどさん、お誕生日おめでとう、これからもずっと応援してるよ、ありがとう。9位リッチーさん、8位マーニャンさん、おめでとう、これからもよろしく、だってよろしく。7位ワイマツさん、素敵な25歳よ、イエー。6位ヤングさん、お誕生日おめでとう、だってありがとう。5位ニキヨさん、お誕生日おめでとう、ありがとう。4位ハルタラさん、お誕生日おめでとう、24歳の時より全然可愛いよ、だって、 ありがとうございます。まだ1日しか経ってないけど3位ザックさん、お誕生日おめでとう、ずっと好きでいさせてね、だってありがとうございます、好きでいてください。で、2位ナーラブさん、そして今日の第1位は地道な走り屋さんです、お誕生日おめでとう、ずっと応援してるよ、だってありがとうございます。というわけでですね、ちょっとランキングの、あ、違うランキングじゃねえよ、あの、なんだっけな、あの、なんだっけ、タワーですね。ちょっとね、合ってるか分からんのですけど、かゆお目目が、ちょっと待ってくださいね。みゆさん、ワンチャンキューピッドタワーありがとうございます。アーさん、タワーありがとうございます。ザックさん、タワーと、ワンチャンキューピッドタワーありがとうございます。ヒデユキさん、タワーありがとうございます。サムソさん、タワーありがとうございます。ヒデツーさん、タワーありがとうございます。ニキオさん、タワーありがとうございます。ユミゴンさん、タワーありがとうございます。ハルタロウさん、ハートネックありがとうございます。モカラモダクさん、ハートネックありがとうございます。ツチさん、ハートネックありがとうございます。シンダさん、ワンキューピットありがとうございます。チカイシーさん、ワンちゃんキューピットありがとうございます。ワヤマツさん、ワンちゃんキューピットありがとうございます。忘れた頃の仰天ゆりこさん、ワンちゃんキューピットありがとうございます。サトシさん、ワンちゃんキューピットありがとうございます。ヨクヨシさん、ハートネックありがとうございます。ヤングさん、ハートネックありがとうございます。地道な走り屋さん、10万クマさん、なんか豪華なわっしょいタワーありがとうございます。ロバさん、タワーありがとうございます。リッチーさん、タワーありがとうございます。マックセイトさん、エンジェルかけ10ありがとうございます。ナラブさん、ケーキかけ10ありがとうございます。ナッティーさん、タワーありがとうございます。マーニャンさん、タワーありがとうございます。ナラブさん、2万ブルー、この青いクマさん、タワーありがとうございます。多分これで多分合ってると思うんですけども、もし言われてない人がいたら、ちょっとすいません、なんかちょっとごめんなさい、これで多分皆さんのこと、投げてくださった皆さんのことを言えてると思います。はい、というわけで、その他にもね、ギフト投げてくださったり、コメントしてくださったりしてくださったら、してくださった皆さん、ありがとうございます。というわけで、今日も1時間の配信見ていただき、25歳になりました、ヤテリナ、イエーイ。25歳も頑張っていきたいと思います。皆さん、これからもイルのことを、好きで、そして応援してくださると嬉しいな、応援したいと思ってもらえるようなメンバーで居続けられるように頑張りたいなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。あ、縮小タイムしてくださいなんて、あ、オッケーオッケーオッケー、縮小ね、何がいいですか。じゃあ25歳ということで、25歳、はい、チーズカシャ、よし、逆かな、どっちだろう、52歳になってたら嫌だな、まあいいか、あ、逆だ、こうだ、はい、チーズ、はい、チーズ、はい、25歳、じゃあハートで、
はいチーズ、はいチーズ、あと何、はいチーズ、あと何、ピース、はいチーズ、オッケー、取れたかな、みんなついてこられたかな、ゆうなのはいチーズに。じゃあみんな本当に体調に気をつけて春コンに向けて頑張っていきましょう。明日はリハでーす、一日なのでショールームは行く前にやりたいと思います。帰ってくるの遅いのでね。はい、というわけで、あ、今もこれはいチーズしとこうかな。記念にね、こっちだな、下は見えないね、こうだな、はい、よし、 OK、 はい、というわけで改めて本当25歳お誕生日おめでとうのコメント、いろんな SNS とかハッシュタグでね、すごい皆さん動画作ってくださったり写真作ってくださったりコメントくださったりとかねしてくださってる SNS で見ていますので、本当に皆さんありがとうございます。いや本当にアイドルこのたくさんおめでとうって言ってもらえて、本当アイドルやっててよかったなって思います。というわけで今日もいただき本当にありがとうございました。また明日のショールームでお会いしましょう。というわけでバイバーイ。またねー。